アキニートこの学校に行くもん。そしたら天文部入る。やだ、あんな、泥棒猫がいる学校行かないもん。もしかしてこの子が以前光さんが話してた三日月天文クラブのメンバーなのかしら。そうですね。方針を育てるのもムツラ星の会の重要な役割だわ。ありがとう、おっぱいの大きい超綺麗なお姉さん。どういたしまして。うん、計画が一歩前進し、新しい仲間も増えて、今日はなんていい日なのかしら。これは記念日として末永く語り継ぐべきだわ、吉岡。はい、会長。そうかしら、いいと思うんだけれど。セラトリさん、吉岡さん、そろそろ行かないとお昼の上映時間に間に合いませんよ。そうだったわ。ええ、これから私たちプラネタリウムを見に行くの。プラネタリウム？ハーバータウンにオープンしたんですよ。それじゃ、ホウキボスさん、またね。はーい、のりちゃん先輩。さてと、それじゃあ私たちも行こっか、秘密の天文台へ。ニートってあれだよね、働けるのに働かない人のことだよね。
先生にもきっと事情があるんだよ。光、先生アンナだけど今でも時々優しいんだよ。ありがとう、サヤ。サヤが変わってなかったことが私の救いだよ。運命の再会って感じでさ。あ、もしかして前に昔いろいろあったって言ってたの、その子のこと？ほんでほんで。口を割る気はないと、なかなか手ごわい。胸の谷間程度じゃ不足か。ねえ、あれどうだった？興奮した？アキトくん素直。引っ越さずに済んだんだよね。
ちは村外れだったから。アキトはどうしてるの？どうしてるの？そうなんだ。ん？何？学校に住んでるって。なるほど。それで学校に…いやいや、全然納得できないけど。っていうか、住んでいいの？学校ってダメなんじゃないかな。なるほどね。だから今は下宿先を探してるんだよね。へえ、一人暮らしするんだ。え？何それ、聞いてない。そんなこと。結婚ってどういうことよ！しかも相手が早乙女先生って！なんでそうなるの！飛躍しすぎでしょうに！え？え？だって本当のことでしょ？早くしないと暗くなっちゃうよね。Thank you.
心したよ。さやとアキトが付き合ってて。別れちゃったの？そうは見えないんだけど。どういうこと？いやいやいや、どこからどう見ても付き合ってるでしょうが。それが一瞬すっごい怖い顔して睨んでたから。してないよそんな顔。おお、怖い怖い。もう光、ここもあんま変わってないね。昔裏山に隕石が落ちたんだって。学校終わったら探しに行こう。磁石持ってきたから。隕石には磁石がくっつくんだって。暗いよ。お化け出ない？大丈夫。サヤのことは私たちが守るから。you
車がある。でも誰もいないね。廃駅だよ。だってここの路線はもう今は使われてないはずだもん。あの頃と全然変わってないね。大きなタイムカプセルみたい。欲しいからって私に言わせるのはやめてよね。何でも宝物見つけたって言って拾ってくる光のおかげだね。
人をカラスか何かみたいに言わないでくれるかな。でもせっかく来たんだしさ、ねえさや。うん、スマイルスマイル、外からも見えてるわよ。ん？ああ、カンパね。見え張って最後の紙のお金出しちゃったからすっからかんよ。明日にでも母さんに泣きつかないとだわ。いいのよ、あのくらい。ソニア、楽しみだわ。あたぼうよ、こっちたら全財産投資したんだからね。そんな心配までしてくれなくていいんだよ。あんたたちのためにできることがあるなら、うん、何だってやるわよ。昼間のあれ、本当にあのほうき星なんだね。ちっちゃい頃から食べてるからね。私にとっちゃソウルフードみたいなもんよ。
あんたたちの惑星観測ノートだよ。さやがね、持ってきたんだよ。泣きながら。どうしたの？天の川さん。先生、これ。ん？何？このノート。こんなに破れてしまって。冬休みの、自由研究のノート。ひかりちゃんとあくんの、私の、生徒で。ノートがどうしてそうなっちゃったのか、なんで泣いてるのか、聞いても教えてくれなかったわ。ねえ、あんたが星を見なくなっちゃったのと、そのノートが破れてるのって、やっぱ関係あるの？また見たらいいじゃん。星、あんなに好きだったんだからさ。っていうか、今でも好きでしょ？じゃなきゃロブソニアン作ろうなんて思いつかないよ。同じことだよ。そのアイディアにああやって乗っかったんだから。学校がなくなっちゃったからね。私も続けられるならそうしたかった。でもできなかったのよ。10円ハゲができてたの。あんたたちのキラキラした瞳にさらされてると、いつ自分の本性を見透かされるだろうって毎日不安でビクビクしてたもん。モンスターペアレントは学校に怒鳴り込んでくるし、偉い人は無茶ぶりばっかりしてくるし、教師がなんかやらかしたら即不祥事扱いだし、気がついたら円形脱毛症になってたの。ほら、ここらへん。私、向いてなかったのよ。先生って仕事。これでも一応、希望を持って選んだ職業だったんだけどね。あの頃はって、おい。
あの子、そんなこと言ってるの？なんかプレッシャーね。でも、その教え子は星を見るのをやめちゃったわ。アキト君のことが時々心配になるの。大丈夫でしょ、なんとかなるって。先生のお母さんにも気に入られてるんでしょ。まあ結婚はやりすぎだと思うけど。ううん、そうじゃないの。そういうんじゃなくて、このままだとアキト君山の人になっちゃうんじゃないかって。この前テレビにね、山にこもって忍者の修行をしてるおじさんが出てたの。ああ、知ってる、見た見た。あの森の中で一人で手裏剣とか鎖鎌の練習してたおじさんだ。それを見てて思ったの、アキト君もああなっちゃうんじゃないかって。私、ひげもじゃでお風呂にも入らなくなったアキト君もおでん届けるのかなって。アキト！何しに戻ってきたの？空いててどうしようかって話してたんだよね。
トマト。シーフードがいい。カップ麺ってなんでこんなに美味しいんだろうね。うん、わかる。すごく温まる。なんで先生が？テープで直してある。これもさやがやってくれたの？そうだったんだ。ごめん、さや。本当にごめん。ひかりとあっくんに喧嘩してほしくなかったの。仲直りしてほしかったから。もう喧嘩なんてしてないよね、あきと。それよりさ、お風呂入ろうよ。お風呂？ほら、あったじゃん、小さい露天風呂。
かも。あった、あったよ、露天風呂。わー、温泉だ。昔みたいにさ。え？なーによ、あんたが恥ずかしがることじゃないでしょ。恥じらわなきゃいけないのは裏若き乙女のあたしたちなんだからねえ。それとも、あたしらが入ってる間、寒い森の中で一人で待ってる？言っとくけど、覗いたらそこの岩の上でパイルドライバーだからね。ねえ、まだ？湯加減どう？だって、じゃあ私らも入るからあっち向いてて。チラッとでも振り返ったら。サヤが泣くわよ。
くんはそんなことしないよ。聞きましたか、アキト選手。じゃなくて、今のはアキト君になら見られたってまあいいしくらいのニュアンスだったよ。もう変なこと言わないで。触り方しないならね。しないよ、そんなこと。ぽよんぽよんだ。揺らすと波が立つよ。どうだ、光ばっかりずるい。ないよ、男の子だもんね。あるよ、失礼な。でも、アキトとこうやってお風呂入るの初めてじゃないし。
こないだ送った写真あったじゃん。タニーイマのやつ。あれ、あたしんじゃないからね。うちのお父さんのだよ。さ。うん。お風呂上がりにパンツ一丁で歩いてるから、罰として脱臼のポーズ取ってもらったの。そしたらあれよ、見事な他人今のもんだから記念に撮っといたのよ。はあ、騙されちゃってた。ごめん、冗談のつもりだったのよ。笑わせようと思って送ったらあんな素直な反応来ちゃって、本当のこと言いそびれちゃったの。もしかしてあの写真見ながら一人でエッチなこととかしちゃった。するんでしょ、男子って。よかった。してたらどうしようって思ってたよ。光のお父さんがどうかしたの？ね。うん。後で教えてあげるね。ん？何よ、二人だけ。ほら、さやが拗ねちゃったじゃん。平たく言うと、アキトが私のおっぱいを見たがってたって話。もしかして今勃起してたりする？ねえさや、知ってる？男子ってエッチなこと考えて興奮すると勃起するんだって。そうなんだ。男の子の部分あるじゃない？あるじゃないって言われても、あれが大きくなるんだって。すごいよね、人体の神秘だよね。そうだね、神秘だね。っていうか何言ってるの、光バカなの？見てみたいなぁ。なんて。ちらっ。おやおや。ってことは、勃起してるのは認めるんだな、このスケベ。どうなんだね、アキトくん。なし。幼馴染なんだし恥ずかしがることないってね。えさや、知らない。はい、バカ言っちゃいけないよ、女の子にそんな見せろだなんて。
私はアキトの国旗が見たいのであって、別にやらしい気持ちがあるわけじゃないのに。ねえ、サヤは見たくない？あるんだよ。こんなこと頼めるのアキトくらいだし。ふんでね。交換条件として。私とサヤのおっぱいを見せてあげるってのはどうかと。2対1だし、それなら条件として釣り合うじゃない？サヤ見たいって。サヤのちっぱい見たいの？アキトの勃起見るのはまた別の機会にするよ。